町が魅力再発見那覇町ファンクラブこの番組は那覇町川連携プロジェクトの提供でお送りいたします 皆さんこんにちは2020年2月14日金曜日那覇町ファンクラブ第140回目の放送をお届けします今日もオレンジ色大好きなオレンジマンですさて本日バレンタインデー2月14日ですね、えー、バレンタインデーなんですが1918年の今日ロシアでグレゴリオ歴を導入しましたグレゴリオ歴というのは太陽歴とか新歴で、えー、ロシア革命直後レーニンがユ,ユリウス歴からグレオリオを 歴にし、えー、しました、えー、その年はなんと1月31日の翌日が2月14日になるというね13日飛んじゃうという,うことで移行できました、えー、その後ソビエトちょっといろいろ混乱がありまして混乱と言いますか、えー、1929年に1週間を5日にするというソビエト連邦歴、えー、1931年には1週間を6日とする ことにまた変わって1940年にまた、えー、週7日のグレゴリオ歴に戻りました、えー、グレゴリオ歴では夏のオリンピックの年がウルード市で2月29日があって1日多い、えー、1年間366日今年もそうですよね4年に一度1日多いという日になります 4年に一度実は私オレンジバン今日知ったんですけども4年に一度ってことは40年に10回ってことなんですけども400年では100回じゃなくて97回しかないというですね、えー、びっくりしました、えー、具体的には西暦が100で割れる年は、えー、ウルド年ではないんですけれども400で割れる年はやっぱりウルド年にするって仕組みで400年を間に3回のウルド年じゃない年を決めています ですのでこの間の2000年はウルードでした今から80年後の2100年は2月29日がないけど私は生きていないよっていう話はまた別の機会にさて那覇町ファンクラブの放送は毎週金曜日那覇の商店街から FM ラジオ 78.0MHz でお送りいたしております、えー、翌週には YouTube で日本全国世界の各地の皆様にいつでもご覧いただけるようになりますので 那覇町ファンクラブで検索して過去の番組も合わせてお楽しみください今日も商店街の面白い情報を探しに出かけましょうそれでは始まり始まり セイザ、これから一次元目を始めます。始めます。よろしくお願いします。今週からの新のコーナー、那覇市お菓子の時間。ホカイル先生をお招きして、琉球伝統菓子や沖縄の今のお菓子などお菓子の話をたっぷり聞いちゃおうっていうコーナーです。ホカイル先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は、はい、オレンジティーシャツじゃなくて、はい、ピンクのエプロンなんですね。はい、えー。お菓子屋として。 はいあのお菓子屋さんのお店ではこのユニホームでそうですね来てるんですねはい一時元目始まりましたねお菓子の時間先生ということで今日のテーマは沖縄の伝統菓子って何っていうテーマをちょっとご紹介したいと思いますはいよろしくお願いします伝統菓子っていう言葉なんですけれども萩原さんオレンジバンさんはい えー、沖縄の伝統菓子といったらどういったお菓子をイメージされますかえっとチンスコとかはははいはい、はいチョコラチンスコは違いますね、きっとね <laughs>、えー、サーターアンダーギーとかおななるほど伝統なんか前から食べてるっていうううんんのがなあと思うんですけどうん、うん、昔ながらな、はい、感じと、はい、いうことですね。ありがとうございます、はいじゃあ えーとチンスコとかの沖縄のお菓子って、はいえー、いつから作られたんでしょう沖縄の伝統菓子ってだいたいいつ頃からのイメージですかあなんか聞いたあの琉球の王様が食べてたお菓子とかなんじゃないですかねおーなるほどなるほどはい、うん、じゃあ伝統菓子はそうですね、はい、えーと 正解です。ありがとうございます。<laughs> 正解ですあ<れ>。あの沖縄の伝統菓子と言われるお菓子の、はいえー、立ち位置としては、うん、昔ながらなんですけれども、琉球王朝時代に作られたお菓子という風に言われております。はい。琉球王朝時代にお菓子を作っていた人は、あのー、当時、はい、包丁にあのー、料理人ですね。はい、あのー、王朝時代の この王様とかの料理を作る担当、はい、シェフがいるんですけどそのパテシエである包丁人と言われる人が、はい、まあお菓子も作ってたんじゃないかなっていう風に言われていますで今日はですねそんな伝統菓子のお話を、はい、ちょっとしていきたいと思うんですけれども、はい、あのその前にですね沖縄の伝統菓子ってどういった歴史的な書物だったりそういう資料があるのかっていうと、はい えっと、どういった資料があるかというと、実はですね。はい、あんまりないんですよ。はい。なんでか、わかりますか。戦争で燃えちゃった。<laughs> ああ、そうそうそう、はい、そういうのもあります。はい、で結構、そういう昔ながらの歴史的な、この沖縄の歌詞の。書物っていうのがない理由として、まあ、口伝えで伝えられていたんじゃないかっていうう。そもそもない。そう、そもそも。なるほど この書物として記録として書かれていなかったんじゃないかというふうに言われていてじゃあどれくらい伝統菓子ってその王朝時代であったと思いますか何種類おお種類なのねはいでも王様ですからねはい毎日食べるのルー年だから366はない気がするから <laughs> そうですね確かに3030 30種類なるほど なんか月に一種類ずつ食べるぐらいの、まあ月という感覚があったかどうかわかんないですけど。月に一回のイメージ。もうちょっとあります。正解はですね、百三十種類ほど。約三百三十種類ほどという。に一年間に三回食べれば回るって感じね。そうですね。だったり。結構ありますよね。結構あ十種類。これ、はい。 薄塩味とコンソメパンチ味とかいうのもありなんですかこれ <laughs> <あ>含まれてるんですか130はそ,う、はい、それともチョコポテチなんとかっていうので130種類なんですか、えっと、というのもあのそうですね味が違うのも含めて130なんですけど,ど、はい、材料がそもそも限られていてそうですよね、うん、やっぱ小麦粉とかチョコないですもんねそうですね、うん、お砂糖コンソメ味ななんてないので、はい まあそういった限られたものを形とか,とか、なるほど。焼き方とか、はい。まあ作り方でいろいろ工夫をして種類が増えたんじゃないかっていうふうに言われております。これ伝統菓子に揚げ菓子ってあるんですか。<laughs> 揚げが実は当時はあまりな,ないですよね。ね新しい文化ですよね。そうです。ね、新しい文化ですあ。私のサータンダギーははい。 伝統菓子でなない。そうなんです。伝統っていう、まあ、立ち位置だと、はい、イコール琉球の王朝菓子というふうに言われるお菓子が伝統菓子っていうふうに言われるんですけれども、はいえっと、それがチンスコだったり、はい、沖縄でよく食べるクンペンっていうお菓子だったり。あ が入って。そうですごまのあんが入ってたりっていうお菓子。だったり、まあ、香菓子って言われる、あのお砂糖菓子。楽観っぽいやつですね。っていうのが、あの、昔ながらの伝統菓子、王朝菓子っていうふうに。この香菓子って、火通してんですけど、ただ固めてるだけなんですか。固めてるだけなんです。火は通ってないんですね。はい。これはもう、また。何次元目。あ、何次元目。はい。今日の話は出てる。はい。そこは突っ込んじゃだめなんですよはい。はい。ああ。 っていうふうに一個一個のお菓子についても、はいあのー、今後ちょっとご紹介したいなって思ってます,す、ね。予定では月1ぐらいで進めていこうかっていう進行なんですよね。先生よろししくお願いします、はい、なので、まあ、今の話をまとめると、はい、琉球王朝菓子が、まあ、沖縄の伝統菓子と言われるようなお菓子として、まあ、使われてますよっていうのとサーダーアンダギーはじゃあどういったお菓子かほ<う>というとまあ 昔に庶民の皆さんで、まあ、家庭の味っていうようなゴーヤチャンプルーとかと同じような<ー>、あのー、食べ方をされていたんじゃないかっていうふうに言われております。<ー>はいなのでサータンダギーとかあとはですね庶民的その家庭的なお菓子と言われるのがポーポーっていう沖縄クレープみたいなグルグル巻くやつね、はいそう。っていうのもあります。はいそうですねあと そのじゃあ琉球王朝時代にできたお菓子、伝来、えー、伝えられてきたお菓子なんですけれども、はい、あそもそも沖縄で開発したわけじゃない<あ>琉球で開発したわけじゃないどっかから伝わってきたて伝わってきた技術をもとに作られたお菓子たちなんですけれどもはい、はい、そうですね、うん、そうどこの国の影響を受けているでしょうか。 中国ですよねもちろんねそれがどの時代かまではちょっと言えないというかよくわかんないですけど覚えてますか覚えてますか明を正解です試験に出るぞそうです中国の明から清の時代にかけてのあののそ札幌貿易中継貿易をしていた時にあ料理もそうなんですけれどもあの中国のお菓子の技法が 沖縄に来たんじゃないかというふうにされておりますうほうほうこれじゃあ、はいえー、沖縄からいろんなものを見継いで、はい、お返しに来るものの中にお菓子も入ってたってことなんですかね,最初ねそうですねあとそのやっぱり職人さんと言われるううまあ料理人の方々お,<う>お菓子職人の方々も中国から来てそういう作り方を琉球王朝に伝えたじゃあ久米の三十六世とかそういう人たちの中にそうです、ね 調理人お菓子パテシがいたんでしょうねそうですねそういうふうに考えるとじゃあ中国のお菓子はどこから来たのかさらにっていうのも実はあるんですよそっちへ行く中国のお菓子はこれはきっと今でいう中東あたりから来たんじゃないかなと思うんですけどねおなるほど中東の あのりメソモタミア文明辺りから来たんじゃないかなと違うかな惜しいです惜しいんだ惜しいです一応説いろいろ説あるんですけれどもポルトガルとかそうですねスペインの方からヨーロッパの方から来たんじゃないかって言われている方から中国にそうですねそこも今話したようにシルクロードを通って西洋の方から来たんじゃないかなという話がありますこれはまた 後ほど詳しく説明するんですが、はい、花ボールっていう沖縄のお菓子あれもボーロっていう、あのー、西洋の小さいあーーお菓子があるんですけど、はい、ああいったお菓子と、まあ、原材料だったり作り方が似ているので中国を介してそのーなんだろうヨーロッパのお菓子が伝わってきたんじゃないかっていうふうにも言われております。はいはい、であと一つ、はい、沖縄には 中国以外にも,もう一つ影響を受けた国があります伝統の時に伝統菓子も含めてそうですねじゃあペリーのアメリカじゃないってことですねもっと前ってことですねそうですねもっと前はい、えー、船が難破したイギリスああ国まあ今あれですね琉球王朝時代の時は国だったそのお互いに違う国だった、はい、ところなんですけれども台湾 そういう意味じゃない。ああ、台湾、惜しい。朝鮮。正解はですね。日本です。ああ、なるほど。まあ、日本からも、その薩摩のところから、そうですね。あのお菓子の技術というよりかは、まあ、その材料とか。まあ、お砂糖とかも含めて、入ってきたっていう。砂糖って、砂糖級の沖縄が先かとった、そうでもないんだね。 そうですね黒糖の技術はやっぱりあったと思うんですけれどもお砂糖っていうところは和菓子の文化がやっぱり根付いていたので調達しやすかったっていう話を聞きます先生ここで一旦休憩入れていいですかねはいでは曲が入りますお願いします はい引き続き那覇町お菓子の時間一限目後半です。はい後半は具体的なお菓子の話に行、ね、くのかな。はい、はい、沖縄の伝統菓子を先ほどご説明したんですけれども、はい、伝統菓子琉球王朝のお菓子とおっしゃい、はい、あお伝えしましたがあの王朝のお菓子といえば。 チンスコ、ということで、今日はチンスコについて。ご説明したいと思います。チンスコって、なんでチンスコって名前なんでしょうか。なんででしょうかね。チンスコさんが作ったから。あ、なるほど、惜しいとか。惜しい。あ、わた。じゃ、チンスコさんが作ったんだ。首が違う。そういうわけではないんですね。実は。えっと、チンスコっていうのは、もともと。 金底金酥<底>、金底というふうに呼ばれております。はい、これも先ほど言った中国からの,あのお菓子のまあその作り方が伝わってきた、えー、由来なんですけれども、うん、え金があの金、金色の金、はい、で酥が酥米の酥。 こう、はいはい、が、えー、これ中国の漢字なんじゃないかなと思うんですけど米って書いてなんか羊羹みたいな感じのなるほど、はい、漢字なんですねはい、はい、それを3つ3文字合わせて金粗鉱というふうに読みます中国の金そう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 そにそう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 そそう あのー、変わってきて沖縄ではチンスコというふうに言われるようになったっていうふうに言われてます。はい、まあ、あの漢字の中に金が入っているっていうのもすごい特徴的で、それくらいま高価なお菓子、ね、めでたいお菓子、はい、まあその上等用のお菓子だったっていうふうに言われているので、今ではすごいねお土産で有名なチンスコですけれども、ね、やっぱお土産にあげたいと思うほど。 うんうん、昔はすごい上等ンだったんじゃないかなというお話です。<ー>はい、でこの「こう」なんですけれども、はい、漢字の「こう」がちょっと説明難しいんですが米辺に羊の伸びないのに足4本ってやつね。そういう漢字でこれにも意味がありまして、はい、あの蒸したお菓子焼いたお菓子のことを「こう」というふうに言います。 はいはい、なので、まあ、中国って結構、あのー、焼いたお菓子をこうと言ってなんかこの間にあんが入ってるのが月平みたいな「<は>ペイ」みたいなのが入ってるとかっていう、はい、名前を見たら、まあ、そのお菓子がどういうふうに作られていたのかっていうのが わかるような<ー>、はい、漢字でわかるようなお菓子が多いみたいですね、はい、でそこで「チンスコも「こう」っていうふうに書かれていたので「うんうん、焼き菓子」なのではないかっていうふうに言われています。はい、で今はその「チンスコ焼き菓子」ですねの沖縄琉球菓子の、えー、チンスコうですが実は昔は皆さんよくご存知なのって細長いチンスコですよね。 昔は違う形をしていましたうん、うん、じゃあ三択で一、はい <laughs>、もっと細長かった 2.、はい2えー、四角形だった、はい、真四角三、丸っぽい形だったなるほどさあどれでしょう四、星型 <laughs> 星、はい、なるほど金だからね、うん、金,金でちょっとキラキラした感じで 残念、はい、新しい <laughs> 4番答えは、まあ、3番ですね丸,丸,、はい、丸,丸というのもそのもともと菊だったりお花の形をした花びらのか花,花の形形があの昔型として使われていてうん、うん、そこに、まあそのチンスコを作ってみようと言って作ったことがきっかけなので、うん、今のこの細長いチンスコは 実は戦後アメリカの,そのクッキーの型とかが入ってきた時に大量生産をするためにあの,あの形になったんではないかっていう説が一番有力です。ね、こうういったちょった写真板板のののようなものを持てててきてくれて、はい たのですがこれ型型です、ねこれね、型ですすねねここれれに入れて作っていたと、はい、あ私一個一個なんか丸くしてんのかじゃなくておにぎり作りマシーンのようなものに押し込んで型を作っていた、はい、そうですね昔はそういうふうに作られていました<ー>、はい、ちなみに材料材料どういった材料が使われているか、はい、これ調べましたら私、はい、小麦はいなんとかラードだったねなんとかなんだ小麦水ラード違うな小麦 甘み砂糖砂糖です砂糖小麦とラードだけだったらはい餃子の皮みたいなよなそうですねでチンスコの特徴としてはクッキーと違うところとしてはラードが入っているのがチンスコというふうな立ち位置で作られてますねやっぱりそういうものを使ってるっていうのは中国だった沖縄の文化に なるんじゃないかなと思います。はい、さて、じゃユダヤ人食べれないのかなこれ。そうですね。<う>なかなか食べれないかもしれないですね。豚の脂が入ってんじゃ食べれないんだね。はい、ねなるほど。食べれないお菓子から。はい。はい、すみません。いい,いい。いでは、えっ、ー、と時間もそろそろなので、はい、最後にえっ、ー、と那覇町のお菓子ということで、はいえー、沖縄の商店街の中にあるお菓子屋さんのチンスコをちょっと。 ご紹介したいなと思います、はい、あありがとうございます、えー、メッセージが来て鎮スこう言葉違いどういう意味なんですか鎮<お>スこうの意味説明しましたよねはいありがとうございます金祖コーと金祖コーからの言葉が変わってきた、はい、もともとは中国語、はい でラード入ってんのかって驚いてくれましたねありがとうございますそうなんです那覇の商店街の中にですねそうだねはい食べ比べていいんじっけこれ食べ比べましょうどっから行こうかなはいじゃあまずホカマホカマ製菓のはいどうぞチンスコーですサバクになるどうでしょうかおいしいおいしいありがとうございますこれ出来立てとかあんの出来立ても 今から作っていこうかなと思ってます。パリパリ、サクサクした感じですかね。ありがとうございます。これは。これは、えっと、末広さん、あの、今の仮降雪一番向かいですね。はい。末広さんが作ってます。どんな感じですか。甘さがこっちがあるけど。はい。しっとりしてます。歯ごたえない。しっとり系。そうすると。しっとりっていうほどしっとりじゃないけど。あ、なるほど。さっきのオカマ製菓の。 パリッとサクッと、はい、とは違う食感です、はいえー、初めてこんな食べ比べそして最後は、えー、松原屋さんお向かいですねお向かい市場本通りの、えー、オレンジの看板のお菓子屋さんなんですけれども松原屋さんのチンスコはですね昔ながらの菊の形をした、はい、チンスコになりますだ、はい、いただきまますすどうぞ噛めます <laughs> 結構ぎっしりししり感じかもしれない うん、クッキー,クッキーなんか違う味がみんなちょっと違いますよねあチンスコっぽい味で、はい、これ目つぶって食べたらクッキーだって言っちゃうと思うなあ<ー>最初の2つはチンスコっていう、はい、きっとラードの味が強いのかなとか思いました<ー>へえ楽しみ、はい、面白いそうなんですよなのでぜひ那覇の抹茶側に来た時はその昔のような壊し屋 お菓子屋さんに行っていただいて、はい、お土産のチンスコと違うのはやっぱり手作りなので風味だったり食感とかが全然違うので、うん、ぜひ皆さんも食べてみてほしいなと思いますいいですね、はいはい、これ、えーはい、今なんか手作り講座をしてるんですよねあ、そうですねうちのほかませいかではこのチンスコの、えーの実際に自分であの語りはめて焼きたてのチンスコを食べていただくっていう体験教室を 行ってますなるほどなのでチンスコーできたてだとすごいね、美味しそう生チンスコーっていうんですかねちょっとしっとりした感じのチンスコーで後味サクッとした感じになるのでさらに藤山さんからのメッセージで今出てるの空港のお土産屋さんで売ってるって売ってないですよねきっと残念ながら売ってないですよね 松原,松原屋さん、はい、で売っています、はいはい、では、えー、いいお時間になってまいりました、はい、最後これでいきますかもい。はい、はい、じゃあ、えー、と本日の授業は以上となりますせ、はいざ、はいえー「那覇町お菓子」の時間1時間目を終わりますありがとうございます終わります なはまちグッドニュース。このコーナーは街の中で起きているグッドニュースをお届けするコーナーです。リスナーの皆様からのグッドニュースも受け付けております。はい、引き続きオレンジマンです。オレンジマンのグッドニュースはですね、今、えー、いい今日すっごいいい天気なんですけどもお、ベランダ菜園ちょっとやってましてですね、えー、いろいろ作ってるんですけど、最近は、えー ちょっとした苗お花の苗なんですけど菜園だから野菜だけじゃなくてお花も今年行こうかなと思ってオレンジ色の金魚草とマリーゴールドを入れて、えー、昨日まで寒くてですねどうなるかなと思った今日の暖かさで元気に育ってくれるんじゃないかななんてこっそり思っておりますそして今日のグッドニュースのお届け人は町ちが案内状 ゆっくるの金城篠さんですこんにちははいこんにちは間違いないゆっくる近城ですよろしくお願いいたしますよろしくお願いします篠、はい、さん早速ですけど、はい、グッドニュースをあグッドニュース、はい、えっとですね実は先週あ今週今週頭か、はい、にホテルコレクティブって 国際通りにできたじゃないですか。台湾系のかなのホテルなんですけど、大きいのがね、ドデンってできてるんです。入り口ハートのマークついてる。そう、可愛いですよねあれ。ねあのあそこのホテルのランチに行ってきました。レストランはどこにあんんですか。一階にあいすみませんえっと四階か。あ階四階にあるんですよね。四階にレストランがあってでえっと差別とか消費税入れて二千二百円。 でちゃんとあのいいろろ食べられて2000結構だから2200円にしてはホテルのねえっとバイキング形式になっていていろいろお寿司もあったし天ぷらもそのまま揚げたて食べれたりとかお肉ローストビーフもその場で切ってくれたりとかあとまあパスタももちろんありますしカレーもなんかグリーンカレーレッドカレーかレッドカレーがあったりとかも結構。 いろいろボリューミーな感じで、はい、あの、ありましたね。で、あと、デザートが。はい、もう、結構品数が多くて、うんうん、で、私、あんまり、実は、ケーキ、苦手ではないんですけど、そんなに食べないんですよ。うん、そんな私が全部食べました。ええー。珍しい。全種類食べたってことですね全種か、えーまあ。杏仁豆腐が美味しくて。食べちゃいましたね。は,は,はい。まあ、これ、ちょっと、尾長さんに、あの、誘われて,いて、で、はい、まあ、あの、この間、一回出たことあるじゃないですか。 プンガポンガの緑んはいプンガポンガのお長さんに誘われて行ってきたんですけれどもはいもうおしろ食べたということでグッドニュース美味しかったですぜひあの一度は行ってみてねいろいろここら辺もねそうですハイトさんのランチも美味しかったりもしますしジャルシティもねまた好きだったりするんですけど。 たまにはに、ね、そうたまにはリッチね、はい、したい時にもそ,そうそうそうあのいい、ね、町側にも結構そういったねランチができるホテルもあったりするのでその後にねいろいろ町側で探索して今度、えー、三重橋駅前にホテルストレータっていうのは敷がっつりできるんですけどね,、うん、そ,ねそこはプールがあるような大きなホテルなんですけど、はい、そこもきっとランチが楽しみですね、えー、あじゃあ楽しみですね、はい、あそちらも プールができるんですか。プールある、何百室というホテルなんですけども。でかいですね。コレクティブさんもホテル、あのプールあるんですか。プールがありますね。だか最近ね、そういった今まで国際通りとかってどちらかというとビジネスマンですよね。ビジネスホテルがメインを占めていたんですけども、そういったシティシティだけれども、リゾート感交わるホテルっていうのがね、徐々にそうやって増えてきてるのはちょっと嬉しいですよね。前はなんかね、あのリゾートっていうとやっぱり女村とか。そう ねうん、うん、そっちに行かれる方も多かったと思うんですけども,那覇で,も、ね、でも那覇でもそういう、ねうん、プールがついてたりとかちょっとリゾ,、はい、リゾッチな感じもありながらもシティホテルの、ねうんうん、顔も持ってるようなホテルも増えてますのでぜひあよろしくお願いします、ねすね、はい。はい、というわけで今日うゆっくり金城さんが来ていただきました。 これから行きますか。これから行きますね。これこれより先にゆっくりのじゃあまずそうですね。一応ゆっくりの話をさせていただきたいんですけど、ま実はあのねあの先週あ先月か、先月出た時も話はしたんですけども一応ゆっくり新聞やっと入稿が終わりまして。終わったんですね。はい今週日曜日にはとえ日曜日か月曜日にははいあのゆっくり新聞やっと出来上がりまして。終わっですね。今回何でしたっけ。今回あのバッチグアランチということで。はい。 今回三十三店舗ですか。はい、<の>そこにはさすが、はい、コレクティブが載ってないんですよね。いさすがに乗ってないですね。<laughs> 桁がちょっと違うですね。そうですね。はい、ちょっと手軽に楽しめるところ。そうそう手軽でランチ食べれるところということで今回はまた三十三店舗。はい、はい。えっ、ー、とみんなでまた頑張ってスタッフですね一度頑張って取材してうん、うん、あのまたねぜいつも毎年出て最後はランチになってるんですけど最近。はい、あなるほど。はい。 でもまた違うお店が増えてたりとか、年間三回スか四回スダしてんな。本当は三回やってたんですけど、はい、今年はちょっと二回にして、そうなんだ。もっと出てる感じが。今年は二回になってます。はい、まあねそんな感じであのまあやっと出来上がって来週にはまた皆様ゆっくり新聞、はい、あの皆様にあのお見せすることができるかと思いますので、はい、ぜひゆっくりにね立ち寄った際には、ね、はいゆっくり新聞ちょうだいって。 で中面のちょっと地図を今回ちょっと実は変えて<い>あのヨック,クルに来た方はあのもしかしたらもう知ってるかもしれないんですけども<い>ヨック,クルの大きい地図変わりましたね変わったんで,しょうですよ大きい通り登場しましたねそうですそうですいやいやいや <laughs> はい今までちょっとあのー。 でも3年4年か4年使っていたんですけれども結構細かい道とかがなかったので<え>まあ今回ちょっと細かい道も入れて大きい地図も作り直したいねって話をしてやっと出来上がってでそれが 10, 10月ぐらいにか10月11月に出来上がったのででだったらその,、まえー、その地図とリンクするような感じでるゆっくり新聞も同じ変,変えようって話になってどちらかというとその。 ユくロの中に貼られている大きな地図に合わせた地図が今回このユくロシムブリも載ってます。う地図もうリニューアルしたと楽しみ、ね。そうです。リニューアルしたので少しちょっと前よりはちょっとなんです本当にちょっとなんですけど分かりやすくはなったかなとは思ってます。はい。はい、楽しみですね。まあそこもちょっと変わってますのでぜひ、はい、あとはまあ松川アンヤタンのところは、はい、えっと今回はあのいえー、池宮さんか刺繍屋さんの話だったりとか。はい、刺繍屋さん。はい。 もともと池宮さんはなんか若さで刺と刺繍やっていてそこから移動して丸くの2階で刺繍屋さんやってたらしいんですよねあの頃は本当に刺繍って結構やっぱり何だかなニーズがあったらしくてすごいもう毎日忙しくて大変だったんですよ。 ね結構やっぱり米軍米軍の方が来る方が多かったお客さんとしては多かったみたいなんですけどまあそれだけじゃなくてやっぱりあの昔事務員とか事務のほら作業服とかあったのあったじゃないそこにネームって入ってましたよね今ないですよねなるほど考えたらあそういうニーズもあったんだ事務的なニーズというか昔はよくだから町側のどこどこのだから えお店のえっと制服の刺繍もやってたのに、でも今もほんとんどそういうね制服ねあの着てるところがないからそういったニーズはもうなくなってみたいな話にも載ってたりもしますので、はいぜひあのこれもちょっと楽しみにしていただければなと思っております。はい。まああのなかなかねえっと多分刺繍屋さんって今残ってるので小座に今一店舗ね一番大きなはいありますけれども今もう那覇でも池宮さん らいいかなと思ま前ちょっとお話聞きに行ったことがあるんですけどここの番組出てほしいなと思ってここまでちょっと遠いからだったんですけどちょっとご無沙汰だったんですけどこの間全然話は変わるんですけど私オレンジ色大好きなんですけど今度のカバンが違う色になって寂しいなと思ってオレンジ色のワッペンをネットで買ったんですよね。既存ののも買ったんですけど これを貼り付けたんですけど、うん、次はオリジナル作りたいなって気持ちが、ね、はい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 、うん、だから刺繍屋さんにぜひいろんな話聞きに行きたいなと思っておりまして,てま、うん、結構オリジナルでもあのちゃんと 息子さんが今一緒にやっているんですよね。確かね。で息子さんはデザインのそういったええとどもやっているのかな。なのでオリジナルで持ってきている。パソコンで普通に何かを作ってるから。そう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 。ただオリジナルとかね。はいはい。まそういったのはえっと息子さん。なるほど。でも基本お父さんは手でやってるみたいあそうなんですか。お父さん手でやってるんです。す すごい職人技ですよね。私はちょっと見てないんですけれども、まあそういったのも載ってますので、ま、まね、あの、まあ他の、まあ今ね言ったみたいにハリさんみたいなオリジナルね作りたいという方もねいらっしゃるかもしれませんので、ぜひ出展でオリジナル書やりたいという方はぜひね、たまにやってね。っていう情報も次の夕刊新聞には載っているのでお楽しみください。そしてはいすいませんあの私一年ぶりぐらいですかそうですね私仕事で申し訳ございませんけどまた今年もはい。 やってきました<お>丘の一本松,一本松はい、はい、大神座の丘の一本松ですねえ今回はですね3月1日の日曜日はい、はい、日曜日の昼夜ですねえ昼が2時、えーえー、夜はですね6時からということで、はい、まあちょっとこちらから遠いんですけど茶田ニラセンターはい茶田、はい、のですね、はい、まあちょうど消防署の、えー、ところにあの茶田ニラセンターっていうのがあるんですけども、うん、そこで公、えー、演があります。 で今回何が違うかって実は、はい、まあ,あの丘の一本松って内な口で、はいまあ、もう全部やるんですけども、うん、今回昼間はいつもの丘の一本松、はい、で夜が実はなんと令和版の丘の一本松、はい、ということで実はなな口じゃないんですよ逆にそう英語,、まあ、英語ではないんですけど <laughs> まあ普通の今の、はい。今の 現代語の現代の若者が使うような一応うちな,う,ちなうちな口っていうか沖縄の今の言葉っていうんですかねいや,いやが分かるかみたいな感じとかねそう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 ,そう,そ,うまあそういう感じでちょっと言葉がだから若い子でも見れる分かりやすいだからうちな口が分からない人って結構他の一本松見てもポッカーンってするらしくてねちょっと全然何言ってるか分からなかったけど大体の内容は分かるけどみたいな。 感じだったんですけども今回それを分かりやすくまあできるだけの若い子にも、はい、ぜひこの見てもらって令和、ね、版を見てもらってそれであ面白いなと思っていただければですねぜひあの来年この「岡の一本松」の内田なぐちをちゃんと見て普通版を見てもらいたいなと思っていてあと今回ですね実はまあいつも,もうこのメンバーがすごいんですけれども。 まあえー、と昼間のですね、はい、岡野一本松の数役が加賀津道彦さん加賀、はいまあ、津道彦さんといえば国立沖縄劇場の,あの舞台監督さんでもいらっしゃるんですけども<ー>え多分私ね道彦さんもう何年三十年後四十年後にはですね多分あの国宝になる方だと 2>, 2年国宝、はい、に、はい、な,なる方と思ってます,すで今回は凌介役なんですけども、はい、凌介役が こ,えー、とこの間まではですね新次近所新く君がやっていたんですけども今回からはですね玉木拓海君と言いまして30代の子なんですけども、はい、え彼も結構、えー、とずっと長く組踊りだったり踊りとかやってらっしゃる人で,でもうすやっぱり役者さんってすごいなと思うんですけど稽古って本当うちらそこもまだ何回かやってないんですけども,もう1回目でセリフ全部頭に入れてきてるんですよね。さすがだなと思ってても、ね、もう全て動きも でもその前にある程度も新次さんに話を聞いてある程度の流れはもう中に体にきちんと入れ込んでな,なのでもうほとんど完璧に出来上がってるって感じなんですけども。はい、これ、はい、初めて聞く人は、うん 信夫さんがなんでここまで押してるかがわかります。信夫さん出てるんですよね。一応私も実は出ていてまして、はい、で私はその涼介の妹役っていう春子っていう役で、はい、出ていまして、あの老いては子に従え、おいては子に従えっていうセリフをもうそれだけしか言わないんですけれども、はい、その娘の役で、はい。去年か一昨年は男子学生役でしたね。男の役だったんですけど、その時は日本語で喋る。お、同じ役です。 同じ役なんですけども、はい、まあ基本でも<あ>内田口って本当にもう私同じ役が女性になった,たそうそうなんですけどね面白いそうで、えーとまま、今回は私もこの春子役をさせていただきまして鶴子と言いますして涼介の奥さん役は知念あきちゃんあと、はい、あんま役はザキミヨネコさんって言いまして、えー、とラ,ジオラジオ沖縄で今、えー、ラジオやってたりもしますしあと医者役が今回し近所新宿 はい、あと馬馬爆用馬茶っていう馬を飼ってる役がですね宇佐神一さんといって宇佐さんも組踊りとかで結構有名な方ですね。ね、うん、会社員はとう義明善昭とうめいさんも色々個人的にいろいろやっていてもともと耐震座も結構長く付き合いがあるあの役者さんで、うんはい、ですねあとまた老婆役といってあの最後にあの凌介を諭す役なんですけどもこれがあの吉田妙子先生。 はい、結構有名なお御所の吉野奈子先生。はい。いはい、ちら見しましたけど、はい、今昼の部の話これ昼の部。夜の部にもしそう。あんまり同じほとんど変わるんですよね、はい、メンバー。もうそうメンバー変わります。でもなんか忍ぶ金子がダブルで出てるじゃないですかです、はい。私また出るんですよ。で、令和版はもうほとんどお笑いの方なんですよ。なるほど。はい。お笑いのえっ、ー、と方がメインになっていてで。 え2部の令和版の岡野一布松のスーが中澤健太さんって言ってあのハンサムって言って500円賞最近ねあの結構有名になった五百円賞さんの相方ですねハンサムの中澤先輩そうそう,そう中澤先輩が今回スーなんですよでアンマーは千葉なさゆりさんって言ってまあさゆりさんは元内な芝居の琉球舞踊の先生でもあるんですけども今回千葉なさゆりさんはアンマー役で涼で介は太田明さんって言ってパラナイスあらないっていうお笑いグループなんですけど <う>えっとルーキーのあのヤンキーの役って言ったらわかりますかね。あ分かります。そう三人ぐらいいる中のそう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 そ,う、はい、それの一人の<ー>はいオータさんがえー、今回涼介役<ー>でその涼介の奥さん役をなんと私がえさっきは、えー、春子だったんですよね。涼介の 妹役、はい。で今回は涼介の奥さん役<ら>。セルフ増えるわけですね。そうセルフが増える。<laughs> でもこれまでもうち役とつうではなくて今のまあ言葉なので私もそうそうそう,そう,そうですね。私もできるので私も今回初挑戦ということで、えー、はい私も出ますのでぜひよろしくであとは涼介の弟役と同級生ということでえー、わさびの荒川翔平君と具志川はい。じゃ。 昼の部にはなかった役が夜の部に出てきたということですね、私がやってた役が荒川翔平、このわさびの荒川翔平君、凌介の弟役として、その同級生っていうので、パートナーの具志堅君が出たり、あと医者が有力アのさん白賀有ジさんですね、あと町合役が潤選手、選手ね潤選手はもういい味出してやってますね。 はい、で会社員は白間優吾さんで言って優吾さんはあの自由亭なんですけれどももともと三振の先生ではあるんですけどもなぜか会社員ということで,で今回最後にあのいつもやっている老婆役を「北谷町民のおばさん」ということで<う>あの泉の泉どやの白間弥生さんがですね、はいはい、またこれもお笑,いがお笑いなんですけども。 ちょっと茶団町民役をやるんですね。茶団町民のおばさんっていうい、ね、<laughs> そうそうちょっと変えてるんですよ。ああななあの同じ話はまた同じなんですけども、ちょろっとそういった今の現代版に置き換えてっていうところになってたりとあ,あ,あとユーチューバーが出たりとか、ほ<う>今<ー>今のだから香りも。 ちちゃんときちんととととき入れてというところでですね今回まあ令和版の丘の一本松も面白くなってますのではいだとまあいつもみたいに「久米島上和」ていうこれはあの小太郎劇まあ小太郎さん作ではあるんですけどもこ,これも多分20年ぶりって言ってましたかね久しぶりに久米島上和という小太郎劇やりますのでまあ歌劇ですね琉球歌劇と言われるものになるんですけどもこちらもですねこちらは昼夜やります。<おい S 1> ぜひこの久米島城も、ね ですね。ぜひ皆さんに見ていただければと思いますので、ぜひ時間があれば3月1日日曜日昼の日はこれチケットはどうすればいいんですか？そうですね。<はい S 1> チケット今じゃ私させて言わせていただきますけれども、えっとチケットがですね、えっと前売り一般2,500円、小中学校生は1,500円、当日は各500円増しとなっておりまして、茶田未来センターにお電話いただければですね、<はい S 1> 予約が可能となっております。茶田未来センター電話番号が098936 三四九二零九八九三六三四九二平日九時から十七時まで電話での予約が可能ですので<お>ぜひいいで、ね、ご連絡してください。三、はい、月一日日曜日、はいはい、本当にお腹いっぱいです、ね、はい、はいはい、本当にお腹にいっぱいになるお芝居となってますので,、はいはい、すのでぜひ時間があればよろしくお願いします楽しみですよろしくお願いします。はい、はい、たっぷり喋りましたね今日も、はい、ありがとうございます。今日,今日もすいませんね。もう <laughs> 結構終わった感じなんですかこの後もたっぷり入ってるんですか結構。 稽古ですかあ、まだまだ稽古はもうまだ全然この後仕上げていくそうですね仕上げて今からまた仕上げって感じでまだまだまだ今作っていってる段階なのではい。でも違う役やるのもちょっとあれですよね面白いですねあとねいつものメンバーとやるうちな芝居と両方見てるじゃないですか私令和版っていうこの笑いの方がやっている芝居っていうところでなんだろうなやっぱお笑いの方っていうのが 言葉、はい、言葉遊びがすごい上手だなっていう感じがしますね。<ー>言葉に対して反応したりとか。っていうのを、なんていうのが楽しむ。なるほど。楽しんでる感じがしてあと、うちの芝居の方たちはどちらかというと。その、所、えー、作だったり、動きだったりとか。にすごく趣を置いてるという。感じが。すごく、なんか、ね、その違いといえばですよ。なんか感じますね。はい。楽しみですね。はい。はい、はい。よろしくお願いします。はい、今日。

はい、町がトーク、オレンジマンの町がトークです。えー、ここにちっちゃな。 の,のぼりでしたっけこれ、えー、ありましてミニのぼりですね令和3年那覇市は市政100周年を迎えますつなぐ結ぶ開く那覇市政100周年っていうのがあって、えー、令,令和3年ですか来年ですねはいさらにステッカーじゃーんってあるすいませんね、えー、ラジオ聞いてる方後で YouTube 見てくださいこんなのがあって FM 那覇ではこの那覇市 100周年を応援しようなんてことをやって今後いろんな企画が1年間今年は100周年の前の年99周年なんですけどもプレイベントをたくさんしていこうなんていうので FM の派協力していくようなんでこの番組も盛り上げていきたいと思っております。 えー、さて本日なんですが、本日は、えー、事務連絡ですね、これね、沖、OK、江通り会の新年会ありますので、えー、通り会会員の方、ぜひ、えー、来てください。えー、今年も、通り会のイベント、なかなか盛り上がりまして、えー、余興がたくさんあるんですけれども、クラシック、沖、OK、江クラシック スクスでいつも出てきてくれている徳地圭さんがフルート演奏してくれたりえまたえ団体では沖縄銀行の巻支店のメンバーとホテル山の内のメンバーが大張り切りで今今稽古していると思いますけれどもやってくれると思いますまたえ謎の外国人ジョンさんも今年も来るという話がありますのでえ楽しんでいただきたいと思います、はい 桶、えー、通りは、えー、今、えー、いろんな店舗増えております、えー、変わったところではバドミントン屋さんが増えちゃった増えちゃったっておかしいですねバドミントン屋さん日本でも珍しいような気がするんですけども今までバスケットグッズとサッカーグッズのお店は それぞれあったんですけれどもバドミントンのお店が出ましてこれちょっと聞くところによると中国台湾の方はバドミントンのニーズがとっても高いようでこの県内や国内の人向けではなくインバウンドの方向けでバドミントンショップをするということで今度ここの番組にも連れていきたいと思いますのでよろしくお願いします。はい えー、皆さんマスク買いました、えー、今、例の新型コロナウイルスでとってもマスク不足になってるんですけどね、桶通りにも薬局が何店舗かありますが、えー、私、行ってみたんですけど、普通の箱入りのはさすがになかったですね、ちょっと高めのものがいくつかまだ売ってましたので、えー、1個買いました。 えー、来週あたりからは広く供給されるようになるなんていうニュースもありますが、えー、たくさんあったと思ったらあの夜うー、湿気とかをちゃんと吸うようなマスクとか喉を痛めないためのマスクとかそんなやつで普段使いのものではないものがたくさん売ってますよね、そんなのがありましたが、えー、来週ぐらいには普通のマスクもたくさん売れるようになってくるかと思いますので、えー、待っていただきたいと思います。 はいえー、最近、揺れるこの間乗ったんですがやっぱりいできてる前からあるところのお沖へ、えー、三重橋で帰り降りたんですけれども三重橋で降りたらめったりそんなことはないんですが今回地図を見てやろうと言って地図を見たらなかなか詳しく乗ってましてですねこれは使えるなと思いました。三重橋駅で、えー、降りるとそこは 沖江通りがすぐ目,目の前にありますんで公園広場の真ん前には FM 那覇がありますしっかり信号を渡って FM 那覇ちょっと遊びに来てほしいと思います FM 那覇ガラス越しに見学した後は町側でたくさん買い物してほしいなとも思っております、えー、今年さっき売る年の話でオリンピックがあるって言ってオリンピックグッズが 純さんんの1階でで売ってんですよね、えー、オリンピックグッズ、早々かは買ったりしないんですけど、見るだけでも <laughs> 楽しめるというか、1月には、えー、トーチ、この聖火のトーチがう飾ってあって、ですね本物らしいんですけどね、えー、持って写真なんか撮らせてもらったりしました。今、そのトーチ自体が全国回ってるようで、那覇の見学は終わっちゃったんですけれども、おぜひ。えー オリンピックグッズ売り場はまだありますので、えー、お楽しみいただきたいと思いますはい、えー、それではそろそろお別れのお時間ですもうちょっとあるかな、えー、昨日なんですけれども私とあるあ天天仏館で、えー、円卓会議に出てきましたあ音ついたら一昨日出てきましたこれ 新しい貧困問題を話すなんてやつだったんですけども、えー、遊びと貧困をどう結びつけるかそれぞれのいろんなケースがあるんですけれどもそれを遊びをテーマにいろいろみんなで考えるっていうとっても深いものでした、えー、明日明後日は町側を考えるというじゃあ明日ですね明日は町側を考えるという、えー、円卓会議がありますので、えー、ぜひそれはえー やば時間がないなそろそろ終わります <laughs> それではお別れのお時間です円卓会議来てください調べてみてくださいねはいえ間、ー、魅力再発見那覇町ファンクラブこの番組は那覇町川連携プロジェクトの提供でお送りしますそれでは皆さんまた来週